どうもタッカーです。 MLB ダショー19ロードトゥダショー続きをやっていきましょう。ということで今回からワールドシリーズになります。で相手のねチームが、セントルイスカーディナルス、まあ、これでね先に4勝できれば、ヤンキースとしてはワールドシリーズ制覇、ワールドチャンピオンに、ね、なれるんで、いやもうここまで来たらワールドチャンピオンの座をつかみたいとこだよね。でヤンキースの先発はルイス・セベリーノか。よっしゃ頑張っていこう。早速ピンチの場面ですね、ヤンキース。これはどうだ、ゲッツいけるか。あ、大丈夫だったね。よしよしよし、ただランナーは三塁に進んだって感じか。これは点数入んないでなんとか抑えてほしいけどな、セベリーノに。さあタッカーの第一打席、ワールドシリーズの初打席になりますね。お、さっきのピンチはセベリーノゼロで抑えたんだな。で、カージナルスの先発ピッチャーがこのジャックフラハティっていうピッチャーですね。で、球種がフォーシーム、スライダー、ツーシーム、ナックルカーブで、まあフォーシーム、ツーシーム、ストレート系がそれぞれ94マイル、91マイル。そっか、まあまあ早いですね。球速も。お、ランナー警戒して外してきたね、最初。まだでもあれか、8球しか投げてないもんね。あんまり、球のなんていうのかな、どんな球種投げてくるかとかっていうのがあんまり読みづらいけど、まあ、自信度だけで見ると、フォーシームとスライダーが自信度高いので、まあ、投げてくる確率は高くなってくるかな。今のところ2球とも2シームを投げて、まあ、ランナー警戒してるっていうのもあるんで、ちょっと高めにボール球で外してきてるって感じかな。お、4シームか今回は。左下の黄色い部分が結構狭くなってるな今回。これはあれですね、ピッチャーのケーパー9っていう左から3番目のね、3番目左から3つ目の数値が高いっていうのが、まあ、要因というかね。あそこの数値が高いとバッターのねミート力が下げられてしまうので、打ちにくくなるっていうね感じなんだよね。よし、フルカウントか。ミートバッティングにしよう。あっべー、反応できなかった。しっしょー。さてタッカーの第2打席になりますね。お、チャレンジきた。シングルヒットかそれ以上、ツーベースかそれ以上、スリーベースかそれ以上、もうめちゃめちゃシンプルな3つだね。リードオフって上に書いてあるんで、まあランナーはいないかなと思うんで、まあダブルぐらい、ツーベースぐらいにしとこっか。お、ヤンキース1点取ってるね。よしよしよし。相変わらず自信度高いのは、フォーシームとスライダーの上の2球種だね。結構あれだな、さっきの打席もそうだったけど、高めにボールを投げてくるパターンがまあ多いかな。今のはかなり際どいコースだったけどね。
お、ストレートのフォアボール。うん、これはまあまあ悪くない選択なんじゃないかな。さて、タッカーの第3打席ですね。1打席目は三振、2打席目がフォアボールだったね。お、またチャレンジ来た。一番上が打点を上げろ、まあ一番シンプルだね。で、真ん中が、内野を越えて、まあ、内野を越える打球を打って打点上げろ。で、これがパワースイングを使って打点を上げろ。そうだな、まあこのね、真ん中と一番下が結構再現性が難しいは難しいんで、まあ一番上だな。あ、マジか、3点取られてヤンキース逆転されてんのか。ちょっとここはショータイム使っちゃおうかな。ワンチャンだってね、タッカーがホームラン打ったら同点にできる場面でもあるもんね。よし、そうしよう。いや、ちょっとデッドボールだけはマジ勘弁してくれ。ショータイム使うときに限ってね、結構なんか、わかんないけどね、たまたまだと思うんだけど、ピッチャーの球がね、荒れるっていうことが結構多いので、ああ、いいコース。あれはね、まあ、しょうがない。ストライク判定取られてもしょうがないね。あれ、一応、まあ、あんまり気にならないとは思うんだけど、一応念のため言っておくと、どこだっけな。あ、ここだ、ここだ。やっぱゲームプレイで合ってたんだ。ゲームプレイのこのジェネラルっていうところの、で、これ2ページあって、R2L2 でこうね、ジェネラルの中で、こう、アドバンスとベーシックっていうのであるんだけど、アドバンスドっていう方に、このね、アンパイアアキュラシーっていうのがあるんですよ。で、これって、まあ、アベレージとか、パーフェクトとか、パーソナライズドとかってあるんですけど、まあ、僕はこのパーソナライズドっていうのをね、選んでいて、もうこれはね、完全に、まあ、上に、まあ、英語になっちゃうんだけどね、書いてあるんですけど、本当にもう、なんていうのかな、審判の、もうその時のジャッジによって、結構変わるっていう、まあ、個人的な判断で結構変わってくるっていう感じっていうのかな。なので、ストライクゾーンに入ってなくても、たまにストライクって判定されたりとか、その逆もしかりで、まあ、ボール球でも、ストライクゾーンに入ってるのにボール球になったり、ボール球なのにストライク判定されたりっていうのがね、起こってるっていう。まあ、これはゲーム上でそういう設定をしているっていう感じなので。あ、ボールか、これ。ああ、ストライク。そうそう、こんな感じで、今、まあ、一応ギリ枠捉えてるっていうふうにも言えるけど、まあ、ね、どちらかというとボール判定かなって思うけど、まあ、ああいうのストライク取られたりとかね、するんで、まあ、なんか逆にちょっとなんていうのかな、本当にリアルな感じがして、もう僕はいいかなと思ってるんで、そのね、パーソナライズドっていう設定にしてるんですけど、もしそういうのが、嫌であれば、多分パーフェクトっていう設定にすると、もう完全にストライクゾーンの中と外っていう、感じになると思うんで。あー、引っ掛けちゃった。やっちまった。お、もうすぐ回ってきたな。お、なんか、この試合は特にだけど、なんか、チャレンジが、やたら来るな。あ、でもまたリードオフか。ランナーいない場面だね。あ、ちなみに一番上は、まあ、どんな形でもいいから出塁しろ。で、これが、まあ、オンタイムの、まあ、なんていうのかな。タイミング、いい状態、グッドのタイミングで、ツーベース以上。で、一番下が、最初の5球以内に、まあ、出塁しろだね。そうか、まあ、これにしよう。あ、点差は変わってないね。ピッチャーは変わったかな。ジョン・ブレビアっていう選手になってるね。
フォーシームスライダーツーシーム、お、なんか球種結構少なめだな。まあ8回の裏だからな、そろそろヤンキース追加点取りたいとこですけどね。あー、ヒットになるか。あー、ちくしょー、うーわー、レトンのかよー、くっそー。いやー、センターナイスプレーだなー。お、回ってきたということは、さっき8回の裏だったからね。おー、同点になってるし、ヤンキース粘ってるね。いや、チャンピオンシップシリーズあたりからかなり粘ってきてはいるんだけど、またピッチャー変わってるね。シンカー、スライダー、フォーシーム。うわ、フォーシーム99マイルか。早いなぁ。This is the situation where there's a lot of pressure on the infielders if the ball is put in play on the ground. Both the guy at first and at the plate are burners, so a double play is going to be tough. Even getting one out could be a challenge. Up ね。Two balls and a strike. 今完全に振りそうになったけど、なんとかタッカーこらえてくれたね。いや、いいとこにスライダー投げてくんな、今の。今のは振っちゃうよ、もう。あぶねえ、大丈夫だよな。よしよしよし。あぶねえ、なんとかフォアボール。ふぅ。まあ、最低限の、最低限の仕事はできたかな。出塁するっていうところではね。さあ、ここ、おっ、トーレスの打席もこれノースリー。これはフォアボールになるんじゃないか、もしかして。おお、これは分かんなくなってきたぞ。カージナルスのピッチャーが、なんかね、ちょっと崩れてきてる感はあるよね。さあ、このフローリバルっていうやつが、まあ、ゲッツーにさえならなければ、多分得点入ると思うんで。おっ、バントか。おおその作戦できたか。いや、意表つくバントヒットでまさかのサヨナラ。よっしゃ、じゃあワールドシリーズの第2戦だね、やっていきましょう。さっきのね、1試合目劇的なね、サヨナラでヤンキースは勝ったので、ここは2試合目も勝ってね、優位にこのシリーズ進めたいとこですね。よっしゃ、お、いいね。ヤンキースのピッチャーは三者凡退で抑えて、こっちはスワンソンが出塁してる状態か。よし、相手ピッチャーが、あ、カルロス・マルティネスか。ツーシーム、スライダー、フォーシーム、カットボール、サークルチェンジ。このピッチャーなんかどうだろうな、タッカージュニアのこのロードトゥーザショーの、なんていうのかな、動画で対決してるかどうかはちょっとわかんないけど、前作のザ・ショー18でタッカーをプレイしてた時には何回か対決はあったはずなんだよな。よし、ちょっとこの試合は、ヒット1本は打ちたいね。さっきの試合、まあ、フォアボールでね、出塁は2回ぐらいできてるけど、ヒットはね、打ててないので、ここはしっかりとヒットを打ちたいね。
He's having a really hard time finding his rhythm and finding the strike zone. It's going to allow this offense to keyhole him in big situations. He's going to figure it out. 球種の自信度はまあそんなに特別どっかの球種が飛び抜けてなんか、自信度が高いってわけではないね。おお、さすがにこれは入れてきたか。なるほどね、今のサインで OKOK。落ちるか。ライトフライか。さて第2打席目。おお、ヤンキース先制取ってるね。そしてここはチャンスの場面。どうしよう、ショータイム使う、いや使っちゃおう。よし、まあまあシングルヒットではあるけども、もうちょっと下で打ってたら弾道上がったかな。さあ、第3打席かな。あ、まだピッチャーは変わってないね。お、ショータイム使えるな。まあ、ただここの打席は温存だね。ランナーもいないし。あー、引っ掛けてしまった。しっしょー。4打席目か。あー、同点になって、しかも8回の裏か。まあショータイム、まあ使わざるを得ないっちゃ使わざるを得ないけど、ランナーいないんだよな。相手ピッチャーがジョン・ガント。あ、これなんかさっき戦った、対戦したピッチャーですね。ツーシーム、バルカンチェンジかな。VCH がで、フォーシーム、カーブ、スライダーか。これはボール。よし、この場面はホームラン欲しい場面だよな。ちょっとホームラン本当狙っていこう。うわー、ボール球かこれ。しょうがない、もうこの次以降ボール来たらとりあえず振っていくわ。あー、もう完全ボールじゃん。これは振ります。よし、一旦振って、もう一球もしまたボールだったらまた振ってなんとか粘ろう。あー、入ってんのか。よし、カットカット。まあこういう方法もあるね。入ってるけどコース的にホームランしづらかったりとかしたら、ああやってカットするのもありはありだな。よし、いいぞいいぞ。カットしつつ内ごろの球を、内ごろの球を待つっていうね。よし、これ結構いいんじゃないか。どうだ。あー、チキショー。センターほとんど動いてねえし、チキショー。あー、カージナルスが勝ちましたね、この試合は。まあ、これで、ヤンキース、カージナルスともに1勝1敗同士になったということで、まあ第3戦以降どうなるかっていう感じだね。結局そっか、最後9回にカージナルスが1点取って、いやでも本当にいい試合だったなこの試合ということで、まあね、できたらこの試合勝って2勝0敗にしたかったところではあるけど、まあまあしょうがないね。まあ、1試合目勝てたんで、まあ、これで1勝1敗、さっきも言いましたけどになったので、
まあ、次回以降、うん、第3戦目4戦目ここでの、まあ、結果次第ではヤンキースが、ね、有利にワールドシリーズを進められるかどうかっていうのが結構決まってくるような気もするんで次の3戦目4戦目結構肝だねということで、まあ、次回までにまたね自分のバッティングの調子も、うん、調整しつつまたね試合をやっていきたいと思いますということでまた次回もねよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ではまた。